皆さんご存知のこととは思いますが、うち今秋葉原にデュエマ専門のカードショップを出しています。で、皆さん秋葉原に物件って聞くとなんか家賃高そうとか思うでしょう。しかしなんとうちの店、家賃がたったの月19万円と秋葉原にしては破格の値段になっています。一体なぜなのかちょっと簡単に説明します。ってことで見てもらいたいのがこちら。これ秋葉原全体のマップになるんですが、現在秋葉原には約70店舗ほどカードショップが存在します。で、そのうち68店は電気街側というエリアに集中してるんですが、僕が借りたところっていうのはここになるんですね。昭和乗り側で、しかも駅から徒歩5分しっかり歩くっていう僻地中の僻地を借りました。で、まあこっちに物件借りるメリットっていうのは、もう家賃が安いっていうのと、あとはまあ青島食堂っていう最高にうまいラーメン屋が徒歩1分のところにあるぐらいです。まあだから普通にこんなところでカードショップやっても人は来ません。秋葉原で家賃が20万を下回るっていうのはそれ相応の理由があるもんなんです。もう昭和通り側っていうのはカードショップ的にはゴミです。復唱しましょう、昭和通り側はゴミです。というわけで、この昭和通り側には全くと言っていいほどカードショップが存在しないわけなんですが、実はもう1店舗だけカードショップが存在します。それがこちら、クロンベース。取扱ジャンルは遊戯王、ポケカ、MTG、デュエマと主要4タイトルを全て網羅しており、さらにはバカ綺麗なカフェが併設してあり、デュエルスペースとしても使うことができるっていう、まさに最強の店です。しかしそんなクロンベース、2つだけ弱点が存在します。1つ目が立地。昭和通り側なんていう弱小立地に建てたために、せっかくいい店でも存在すら知らない人が大勢います。そして2つ目がデュエマの取扱い枚数。このクロンベース、11月からデュエマの取扱いを始めたとのことで、在庫が全然ありません。どれくらいカードがないかっていうと、ショーケース1年使ってキングマスターカードドーンです。売れるわけがないよね、こんなの。ちなみにクロンベース、11月のデュエマ売り上げ聞いたんですが、買取が約30万、販売が約50万だったそうです。まあこれパッと聞いても分かんないと思うんだけど、はっきり言ってめちゃくちゃ少ないです。まあバイト1人の人件費ギリぐらいですね。で、この状況ってフラット工房的にもあんまり嬉しいもんではなくて、うちとしてはね、できれば昭和通り側にはデュエマの活気を出したいんですよ。なので、まあ理想を言えばフラット工房行ってデッキとか、まあカード買ってもらった後にクロンベースで調整しながら、さらにデッキパース買い足してもらうみたいな流れを作りたいんですが、クローブベースのデュエマコーナーが死んでると、この流れが作れなくなるんですよ。あ、というわけで、クローブベースのデュエマ売り上げを増やしたいクローブベース側と、クローブベースのデュエマ取扱い量を増やしてほしい俺の意見が合致したことで、今回の企業案件が実現しました。で、内容としてはタイトル通り1日店長体験なんですが、通常 YouTuber がよくやってる1日店長企画っていうのは、なんかあの接客の体験だとか、あとカードショップだと、あの店員さんに言われた通りにオリパ作ったりとか、カードの中値段つけたりとか、その程度じゃないですか。ただ俺が今回やったのって本当の一日店長なんですよ。遊びゼロでガチガチにやりました。というわけで、まあ具体的に何したか話していきたいと思います。まず一番大事なのが買取表の作成。これ僕が買取表作る前週のクロブベースの買取表なんですけど、まあこれ見てもらったら分かる通り、イランカード解析なんですよ。もうマリエルとかロールモデルタイガーとか、もう何に使うねんみたいなカードがあったんで、この辺は全て買取表から外しました。まあ正確にはこの辺なんで買取ってはいるんですけど、この高価買取表から消したっていう形です。で、逆に何出たかっていうと、オリパ類で使いやすい CS プロモーター、まあ汎用カード全般ですね、この辺をめちゃくちゃ強くしておきました。これ、まあ、買取したのが12月17日なんで、ちょっと現在とあの相場的に若干違うところもあるんですけど、その辺はご了承ください。で、まあこれで特に注目すべきはここです。テルダムは当時のメルカリ相場がだいたい 18,800円で、デスダークが2万1000円ぐらいだったんで、まあ手数料で1割持ってかれるメルカリで売るより、こっちで売った方が得になります。この部分は意図的に強くしてあります。まあ要は多くの人が持ってるであろう現行の CS プロモに値段をつけることで、より多くの人に買取を出してもらおうって考えです。で、あとまあちょっと面白い話ができるとしたら、このキャンベロレッドスターですね。ここ確か当時の相場が1500円だったんで、相場より高く買ってます。で、これについてはね、一つ理由があって、モモキュージオってカードがあるんですけど、こいつが発売された日の夜、うちの社員があの閉店後のフラット工房でボルトを回してたんですよ。で、そしたらモモキングラメックスっていう当時あんまり見ないカードを使ってる人と対戦しました。で、どんな動きするのかなと思ったら、相手2ターン目にモモキングラメックス出したかと思ったら、次のターンにブラックフェザーで自回してモモキングゼロを飛んできたんですよ。で、そっからキャンベロレッドスターとかボルバルモモキングに進化してボッコボコにされたのを見て、まあその時いたスタッフが全員で顔見合わせたんですね。これじゃんっつって。で、そのデッキこそが後の環境トップデッキ、JO 大化です。まあ、そういった背景から高く買い取ったっていう形になります。現在の相場が確か2300円だったから、まあ、ぼちぼちかなといったところです。ってだけで、買い取り表は相当頑張って作ったんですが、結果当日いくら買えたのか、早速発表しましょう。当日の買い取り、なんと120万円。クローベース4ヶ月分の買い取りが、なんと1日できました。ちなみに当日買った裏話としては、買い取り待ちするときに番号札を渡すんですけど、1から8番までしか作ってなくて、全然足りんかったから、手書きで9番以降も作ってたんですよ。で、そしたら最終的に32番とかまでいって大パンクしました。まあ、買い取り一段落した後、恨みに行ったらスタッフが全員死んだ目で俺見てたんで、まあ、多分嫌われたと思います。で、まあ、買い取り以外にもう一つやったこととしては、オリパの作成ですね。まあ、結局買い取ることも大事なんだけど、買ったものが売れなかったら結局不良在庫になっちゃうから、まあ、とにかく利益より先に売り先の確保を優先すべきっていう考えで、ほぼ買い取り原価スレスレでオリパ作らせてもらいました。で、まあ、ここ
で作っておりば売り切れてなければ、現在もクローベースさんの方で販売中です。まあ結構作ったんで、もうちょっとあるかなと思います。だけどまあ僕が関わったのは主にこの2点ですかね。あ、クローベース本当にいい店だし、めちゃくちゃ綺麗なんで、秋葉原にお越しの際はぜひ立ち寄ってみてください。それでは今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。